もピヨキングです。今日もですね、一発マリオトトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオピンク貧活みたいなコース名なんですけど、ピーちゃんってね、説明文に書いてるね、ただ赤いブロックが邪魔してね、ゴールバーの方にジャンプできないんですよね。これをね、ピーちゃんして乗り越えていくんだろうけど、どうやってするかだよね。まあ、最初にね、リンクとピースイッチがあるんだけど、どうにかして移動できるんじゃないのこれ。どうかして移動して頼む。あ、わかった。剣で刺して、その後速攻ピージャンしてゴールの方に行く。ちょっとこれでやってみよう。剣で刺してこう。もう一回早く行ってみるね。ほっこれめっちゃむずいよ。それじゃあ一番右ギリギリまでやってみようか。もうちょっと右、ここでピージャンしてみるね。ほっでも今のでいけそうな気がするんだけどな。何度でも挑戦するよ。 0.4% かなんか知んないけど、クリアするまでやって。いや絶対クリアする。マジ悔しいもんこれ。どのタイミング、もうジャンプすらできてね。これ限界まで右にやってた方がね、絶対いいと思うんだよね。この辺からジャンプ、いやっよっしゃ、クリアできた。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース。 You are losing IQ ということでですね、このコースやらざるを得ませんね。このコースを訳すと、あなたの IQ を負けていますと、そういうことなんですね。僕が今まで超鬼畜な一発マリオやトロールの謎を解いてきたか、皆さんわかりますか。うるせえ。まあこんなうるさいやつはほっといて、さっさとやっていきますか。でも一つだけ言わしてほしい。 IQ って何？このコースをちゃちゃっとクリアしてですね、僕の IQ の高さを証明したいと思います。ほら、嘘。左から取ると、こんなの IQ 関係あるんですかね。それじゃあここは左からキノコを取って、あのガリガリを抜けろっていうことだね。で、右上にドッスンいるでしょ。あのドッスンがオンオフを変えると思うんだよね。なんでここで、それはずるいよ。じゃあここは右に走っていくんだけど、ドッスンがオンオフを変えて土管に入らされる、そんな感じでしょ。うわ変えねえの。じゃあここ入れんのか。入れないで、一応ジャンプして渡ってって、鍵がどっかで手に入る感じか。で、左に行く感じだね。ここは乗っていいんだよきっと、こういうのって。で、この右はダメだね、ちょっと下がってるもん。だからここで合ってる。そしてもう一回右で合ってる。ピッカピッカチュー。それじゃあ一番右から2つ目の砲台に乗ればいい、そういう感じだったね。さっき見えました。そしてここは、うわ、 USA キノコは取れないか。じゃあ右は絶対罠だと思うんで、このまま上に渡っていきます。さて、ちくわブロックに乗るしかない。そうでしょ。あいや、やられねえよこの日なんかに。やられないよ。もう一個出しておく。もう一個出して、この縄跳び状態で、この縄跳び状態で、シュッ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 。そういえば最近コメントでね、よくね、ピヨキングさん可愛いとかね、謎のコメントがたくさん来るんですよ。どこが可愛いんだろうと思って、結構鬼畜なねボイスばっかり出してますけど私。じゃあここでちくわブロック、あー、ここはバネをしっかり避けておいて右に行く、そういう感じだね。そしてここはリンク取れんのかな。なんかバーが邪魔してるよね。でも取るしかない、そういう感じでしょ。待って、ここでリンクが落ちてくんの。うわ、リンクは落ちてきてないんだけど、これどうにかしてやり直し聞かないから、いやもう無理な感じだね。いや、それじゃあ次はしっかりリンクを取ろう。確かこの辺だったよね、ここでリンクが取れはったはず。そして右上の土管に入るんだとは思うんだけど、ここでさ、爆弾を出してブロックを破壊して土管に入る形でしょ。さあ来ました、入りましょう。なんで入れねえの、嘘でしょ。ちょっともう一回やってみるね。うわ、入れる。うわ、どうすればいいの。じゃあ上行ってみる。あ、ここ戻るんじゃないの。もう一回爆弾を出しておいて上に行く感じでしょ。魚ここさ、よく見たらさ、砲台の左行けそうじゃない。なんで砲台を乗ってすぐ左行くね。ジャンプ左、よし、これでオッケーなんじゃないかな。そしてリンクを取って左に行く。これが正解だったのか。さあここでなんか出してくれるんじゃないの。雲か、雲を取って左に行きましょう。で、このまんま左行っていいのかな。待って、これ降りれないんだけど。
雲に乗るところまでは絶対合ってると思うんだよね。で、左側の方、ここ下しっかり行ってこのまま雲に乗っていく。さて、こっからどうするかだよね。右押しっぱしておくね。右押しっぱ。きたー、よっしゃうそここ後ろ向きでさ、砲台渡ったらすごくない？ちょっと縛りプレイしてみていい？後ろ向きで全部いきます。USA 記録を取ったらいけなかったんだね。このまま左に戻れっていう感じか。うわ、またかよ。大丈夫これ、乗ってみるよ。大丈夫、絶対なんか来るでしょ、また違うやつが。わかるかこんなの一番最後だけダメだったね。で、ここで左から2番目、この隣が OK。 よし、このくそこの次金魚が出るんだよね。なんで早めに行った方がいいと思う。こういう感じでしょ。よしよしよし、ざまあれな金魚、今度は花火大会かなんかでたくさん釣ってやるぜさあ、中間ポイントも取れる。ここに寄っておこう。多分ここに寄って掘った方がいいよ。大丈夫。よし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 。あら、何も変わらないのこれ。え、何もない感じですかね。あ、何もない感じだね。じゃあ次に進みますね。さて次はどんな感じなの。わあ、ビビった。え、何これ、なんかこうオルガンのなんか中身みたいになってんだけど、なんかこんなんじゃなかったオルガンの中身。何よ、もうわけわかんないって。どうすればいいのよこれ。右上から走っていけっていう感じかな。じゃあこのドア入ったらすぐ右上に行ってみるね。ここでジャンプ。いい加減にしろ、隠しブロック今日隠しブロック出番多くないですかね。このドア入ったらすぐ左に走っていけっていう感じなんだよ。こういう感じでしょ。来ました。さてこのまま一旦右に行ってみようか。まあ何もないと思うけど、じゃあどっかに入っていきます。これで合ってるね。さあ、なんかブロックが3つあるね。いや、まだ可能性あるよ。アイテム、アイテム。それじゃあ次はすぐ行きます。来ました、3本抜けました。で、この状態で絶対なんか見てくるよ。お前が来んのそれじゃあここも右のブロックを早く壊せっていう感じだと思うんだね。ここ早く壊れて、早く早く早く1回3本避けなきゃいけないのかな。ここで1回避ける、そういう感じでしょ。ジャンプ、よし、これで合ってるんだ。そして3本は地中に帰ると、そういう感じだね。おやすみなさいここはジャンプするしかない。あ、どうなる。あー、いろいろやべ合ってないよね。絶対こっち違うよね。何が起こるんだろう。ホールの右、分かってんだって。そんなことはもう捨てんだって。教えるの、最初から教えてくれよ。ここはなんだ、おーのーって書いてた。戻されただけこれ。戻されて一旦やられろっていう感じか。じゃあここ右ホールドするよ。常に右押しっぱ、それでいいんでしょ。頼む、大丈夫オッケーなんでそれじゃあ、あの隠しブロックの魚はもう引っかからんよ。でも一旦出しておこうか、この魚出しておきます。邪魔ねえな、どっか帰ってろそれじゃあ最後の中間ポイント取れました。こっからどういう罠が来るのか。ここを叩くしかないな。一旦どうなる、鉄球でしょ。まあ分かってるんだけど、鉄球は、あ、ここで上の鉄球に集中しすぎて下のこの鉄球見えてなかったね。さあここでパウが発動して上ジャンプ。あー、危ねじゃあここも鉄球が出てくると思うんだよね。そしてオウでなんか変わる。なるほど、そこで爆発してくれんのか。待ってじゃあここは一旦ボム兵を蹴っておこう。蹴っておったら大丈夫でしょ、左に。こういう感じでしょ。そして破壊して、うわ、また似たようなもん持ってきやがった。さっきと違うパターンでしょ絶対。今度は何もしないで大丈夫、それが正解だねそれじゃあここはブラパが出てくるから、そのブラパの後にここに下に隠れておく。やった、これだってまたかよえ、マジで次はどうすりゃいいの。もう罠に引っかかる予感しかしねえんだけど。またお前かそれじゃあここは金魚避けるよ。一番左で金魚避けます。そしてボム兵はどうなる。よっしゃ、金魚さえ避ければよかったのか。ここは右って書いてるね。入ってすぐ右押しっぱ、そうすることが正解。こういう感じでしょ。右右右、まだチャンスあるよ。
こいつ残された道はこいつだけだね。頼む、熱い熱いよ。このドアに入って段がある。うぜえ、左のあの顔。何よ、どうなるの。頼むから中間ポイントだけは。ものやべえ、ここ戻されるやつじゃないの。さっき引っかかったとこじゃん。ここでやられるのはやられるのか。よかった、中間ポイント戻されたらどうしようって思った。じゃあここは右側を審判でいいとは思うんだけど、途中で左に入らないか。ここで止まる。よっしゃ、熱い熱い、来ました。ここでオンオフが変わってどうなるんだろう。右に行ける感じが戻ってくる。やべえ、ここ隠しブロックあるんじゃないの。やった、危ねえ。なんでどうなんだよ。もう嫌だ。それじゃあもう引っかからんよ。一旦ここで止まっておく。そしてオンオフブロックを叩くでしょ。で叩いて一番左に押っておいたらいいみたいな感じだったんだよね。オープンブロックが下から出てくる。それで敵が壊れる。やったこれで次に進めるね。もうそろそろゴールあるんじゃないかな。じゃあここでキノコを取って。何ですかこのヤバい演出。大丈夫かな。あら、入れんよ。うそ、この下に行けってこと。もう一回戻れるんかな。え、戻ったらやり直し聞く。うわ、意味わかんねえ。どうしろって言うのよ。左も行けないんでしょ。うわ、間に合わんよねこれ。上行けんのかな。あ、上行けるね。ここでどうなるんだろう。おう、ノー。マジかよ、またやられたのここで。なんか変わってくれてたらいいんだけどな。絶対変わんないよね。じゃあさっきの赤い土管、あのバネが出てきちゃうじゃん、そこに早く入れっていうことだねきっと。あら、なんか右下行けって書いてない。え、これ合ってんじゃないの。ほらほらほら、なんかねボム兵も出てきてるし、右下行けんのかな。頼む。うわ、やっぱ変わんねえか。っていうことは右に追っとけばよかったんかなこれ。じゃあ一旦ここ戻ろう。え、なんだろうここは。どうなる。何これは。意味わかんないってこれ。マジかよ、中間ポイント1って書いてるし。いやー、降ろされました。え、これどうやってやられるんだろうね。え、やられないんだけど。クッパを雑に扱うな。上で合ってたのかな。下行けんのかな。それとも下行ってみる。そこ下行ってみるよ。あ、やっぱ下入れないね。ほら、っていうことはさ、上で合ってたんじゃん。この土管で合ってて、さっきさ右の方が進路を開けてたじゃん。そっちの方でちょっととどまっておこう。なんで一旦右行くでしょ。右ってここで待っておく。それが正解。そういう感じでしょ。頼む、下行って。え、下行かないの。来た。やった、ゴールじゃねえか。もうまだないよね、絶対ないよね。来てもすぐゴールするからね、大丈夫。無事ゴールできました。それじゃあどうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。